この区間は、従前より、臨港道路竹戸予線として存在していたが、後に、県道指定された。4車線化されており、臨港地区の埋め立て地を従管する。千田郡南千田町内海バイパス部分愛知県道52号、半田南千田線は、愛知県半田市から同県千田郡竹戸予町、三浜町を通り南千田町へ至る、主要地方道である。 2011年に木ラトンネルと国道247号を結ぶ臨港道路竹と予選が県道に制定される前は起点が愛知県半田市東郷町。そこから約 13km は国道247号と重複しており、国道と分かれる港和交差点以から初めて県道の案内標識が表示されていた。臨港道路竹と予選を通り、竹と予町。 前田交差点で国道247号と合流。三浜町高和交差点で国道と分かれた後、南千田道路の南千田インターチェンジに接続する。その後愛知県立内海高等学校や名鉄千田新線内海駅前を経由して、再び国道247号に接続する。内海駅東交差点で、ルートが原道とバイパスの二つに分かれているが、 言動は内海交差点で国道247号と接続しているのに対し、バイパスは内海交差点より少し、こなめし寄りで国道247号と接続している。2019年に内海側の言動が県道認定から外され、バイパスのみが県道52号となった。ありがとうございます。